東海村は、茨城県県央地域の村。中郡に属する。全国の村では、沖縄県中上郡ヨみた村に次いで2番目に、人口が多い。また、人口密度も、村としては4番目に高く、茨城県条例による、調整施行要件は満たしている。茨城県内にある村は、本村と稲敷郡美保村の2村のみである。 日本国内で原子力の火が灯った最初の村である。1957年に日本原子力研究所東海研究所が設置され、日本最初の原子炉である JRR-1 が臨海に達して以来、多くの原子力関連施設が集積することとなった。 現在も日本原子力研究開発機構、日本原子力発電東海発電所、東海第二発電所など多くの原子力施設が村内に所在し、近隣市町を合わせた茨城県の太平洋沿岸部は日本の原子力産業の拠点となっている。1999年9月30日には東海村 JC 王林会事故が発生し、作業員二人が死亡するなど、 様々な影響があった。水都市から北東へ約1 5トルの距離にあり、東は太平洋に面し、西は中市、南は日立中市、北は九時川を境に日立市に接している。日立大地の北端に位置する一帯で九時川の南側と真崎浦、細浦などの低地は沖積層で水田地帯となっている。 一方、大地は、鉱石層で、二十歳と平地林が広がり、東へ緩やかに傾斜したその先端が砂丘となっている。砂丘は、現在、防砂林として活用されているほか、日本原子力研究開発機構、日本原子力発電株式会社などの敷地となっている。藤田東湖の、正規下にある、卓立、東海浜による、 1955年の発足時の新命名。1948年には、村松村、石上村組合率による東海中学校が設立されており、東海村が成立する前から、当地において、東海の名称が採用されている。旧東海村役場原子力産業1、稲荷社3風にアコギが、浦井尾桜3、石。 上白春荘4、白方ダメホタル影5、富士川川口六波六細浦聖保。7、岩泉地番賞8、富士社番下9、にお林寺秋月10、崎さ浦関賞11、住吉社間荘12、村松聖蘭ありがとうございます。